ハーラージャウェブマスツディオとは、かつて、東京都渋谷区神宮前1の19の11に、あった、サイバーエージェントが所有していた、テレビ番組配信、テレビ番組収録兼用のスタジオであった。原宿、アッシュビル内1階、2階に入居していた。2015年7月に、動画サービス、アメーバフレッシュ、専用スタジオ、アメーバフレッシュ、スタジオとしてオープン。内装、 外観の総合デザインは2号。1階スタジオのインテリアデザインは、ワンダーウォール、片山忠通り。1階スタジオ部分はガラス張りのため、多くの収録番組は公開収録となっている。最高放送技術責任者、スタジオ技術責任者は、藤崎里氏。一般への貸し出しは行っていない。2016年6月に、ハーラージャグウェブマストゥディオと、スタジオ名を改名。 2018年10月31日をもって、スタジオ移転のため閉鎖した。公開放送に適した作りのため、サイバーエージェント制作のネット配信番組のほか4 8 48アワーズ、スマップパワースプラッシュの公開収録でも使用された。AST 内部、右側が副調整室。副調整室、5台のテレビカメラを備え、テレビ収録にも対応した AST と、 壁面窓ガラスと対面しながらの放送、配信に適した BST の2室を1階部分に設置。BST の設備は、サイバーエージェントが保有していた渋谷、道玄坂アメーバスタジオのものを移設しているほか、内装は2017年11月に、アベマ TV ヒップホップチャンネル、アベマミックス専用スタジオとして改装されている。2階は、タレントクロクを16室備えているが、 全室にモニター、グリーンバック用ロールカーテン、配信用、MacBook Pro 等の設備を設置し、個人配信ブースとして使用可能。60人収容可能な大部屋もあり、イベント、記者会見に使用できるよう AST 同様の副調整設備を持っている。ありがとうございます。